中医時代のジョルジュ・エベルジョルジュ・エベルはフランスの体育教師、理論家、インストラクターである。エベルはパリ生まれである。第一次世界大戦に先立ちフランス海軍の将校であったエベルはマルティニークのサンピエールに配属されていた。1902年プレイヤーまで火山噴火が起こるとエベルは約700ほどの人々の脱出、救助活動に当たった。この経験から エベルは、運動技術は、勇気や、利他の精神と共にあらねばならないという信念を強くし、ついには、エトラ・フォート・ポア・エトラ・ユティル、実用を胸として、強くあることというモットーにたどり着いた。その後は世界を広く旅し、アフリカや他の土地で現地の人々の発達した体や、移動能力に感銘を受けた。彼らの体は素晴らしかった。柔軟で、軽快で、巧みで、 頑丈で体制があるのだ。彼らには体操の指導者がいるわけでもなく、ただ自然の中で生活しているだけなのだ。ジョルジュ・エベル・フランスのコレージュ・ディ・ティレット・デ・ランスでジャンブ・アンとフランスに戻ると、ロリアンにて海兵隊の体育のインストラクターとなり、そこで自身の生み出したアイム・エセド・ナ・チャールという体育教育システムの開発、器具の製作に取り組んだ。ちなみにこのシステムは、 アフリカの人々の影響のみによるものではなく、などの影響を含みつつ縛られずに総合したものである。エベルのシステムは、リハビリテーションやスウェーデン方式の身体文化を拒絶した。エベルはそれらを体を強調的に発達させることができず、特に彼の生徒たちにとって実践的、モラル的な面で生活に役立てられないものとして見ていたからである。同様に、エベルは、 競争や競技に重点を置くことによって、競争的スポーツや、体育教育は、精神的発達目標や健全なモラルから、分離されてしまったと信じていた。哲学者、教育論者であった、ジャンジャックルソーから影響を受けていたエベルにとっては、自然に対する深い考察こそが、身体発達の正しい方法を知る方法であった。エベルはこう記している。体育教育の最終目標は、 屈強な人間を養うことである。純粋に身体的な意味で、もっとのどなチャールこそが、有機的体性筋力、スピードを養い、人間を歩けるように、走れるように、飛べるように、這うことができるように、登れるように、バランスを取れるように、投げられるように、持ち上げられるように、自衛できるように、泳げるようにしてくれるのである。合検さ、エネルギー的な意味では、 このシステムは十分なエネルギー、意師の力、勇気、冷静さ、堅固さからなるものである。モラル的意味では感情を高めることによって教育がモラルの実践を実践的、有益な方向に向けさせるようにするものである。間のもっとうどなチャールは最も広い意味でこれら三つの力の結果として考えられなければならない。それは身体、合健さ、 モラルの総合体なのである。それは呼吸や筋力だけに存在するのではない。用いられるすべてのエネルギー、そしてそれを正しい方向に向けさせる意志、それを導く感覚にも宿っているのである。ジョルジュエベル、ありがとうございます。